ということで、皆さん、あ、ここで明日の曜日担当のあやねちゃんに宿題を出そうと思います。皆さん、あやねちゃんへの宿題何にしますか？こんな話して、あの特技やってなど、いい案あったらコメントしてください。いい案があったらコメントしてください。よいしょ。あやね的流行語大賞でいいや。え、宿題ってなんだ。あれ、あやね的流行語大賞を発表してってこと？どういうこと？それでいいか。いいですね。一つってことが大賞だから。ということで、宿題こんな感じです。あやね的流行語大賞を発表して、ということで、まだね、あと1ヶ月以上あるっていうのに、今年はもう大賞か。早いね。12月無視ってことなんだね。じゃあ世間的には。さてさて、まず前回の配信メンバー佐々木ことこちゃんからの宿題トークをしたいと思います。ことこからの宿題は、あやね的流行語大賞発表して猫耳あるよ、ことこよりだそうです。あやね的流行語大賞か。え、なんだろう。まあ猫耳はつけません。他のメンバーがつけてくれると思うので。先週まで狐耳つけてたしね。どうしよっかな。あやね的流行語大賞今年何してたかな。皆さん的には何ですか？あ、これってあれか、かりんちゃんの流行語大賞にかけてくれたのかな。きっとそうだな。きっとそう。なんだろう、皆さん何だと思います？あ、ショールーム的に言うと結構オカメは私好きでしたよ。オカメ、水風船が多いから水風船かな。水風船、水風船キャッチにしよっかな。じゃあ私的流行語大賞は